ケイタくん、話しかけてみましょうよ。何また、モノマネキンとかじゃない？ね、踊り出した、踊り出した。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。は？あれ、どこやった？あ、ここか。おばばは、おばば。事務所にいるの、おばば。今戻ったよ。なになになに？え？ケイスケ？あんたどうしちゃったのよ。透けてるし、なぜここにいるの？なに？どういう状態？え？なにこれ？全然触れないんですけど。いやー、お化け！お化けじゃないですか！ウィスパーが言うなよ。これ！やかましいわ。お化けがお化けにビビってどうする？妖怪はお化けではないけど。この見た目でそんな気をしてたけど、俺、やっぱりお化けになっちゃったの？あ、喋ることはできるんや。正確に言えば、体が消えかけている状態じゃがな。どういうこと？そこにいるお主の父、天野啓太がこの未来の世界に長く居すぎたことで。将来子供として生まれてくるはずのお主の存在が消えかけているのじゃ。なんで先に生まれてくるはずの夏目は消えないの？俺が消えちゃう？やだ、怖いよ。未来が変わるってこと？でも夏目が消えんってことは、ふみちゃんと結婚はするわけよね。なんか俺のせいで大変なことになっちゃったみたいなんですけど。戻る？ん？未来の俺の子供がそうなるってことはもしかして。ああ、やっぱり。私も？嘘でしょ？やっぱり夏目さんもお化けに。おばばさん、どうしたらいいの？ほら、あれやないん。ふみちゃんとラブラブになっていく過程が今この時間で減っていきよるってことや。多分なんとかするには、お主が本来いるはずの世界に戻る必要がある。ほれ、探していた例の物じゃ。こいつを持っていけ。何？いつでも帰れるの？世界のアーク、現代を手に入れた。早く渡せや。こちらの世界に来た時に使ったあの鍵とそっくりじゃないですか。うん、異なる時を生きる者に授けるべしと、有星家の蔵に隠されておった秘蔵の鍵じゃ。お主のような者が扉から現れた時のために、ご先祖様が用意していたようじゃな。ありがとう。これで元の世界に帰れるんだ。ありがとう、おばばさん。よいか？ケイタよ、お主は自分のいた世界で、絆をつなぐ者と出会わねばならぬ。え？絆をつなぐ者？いかにも。今のお主とこの未来の世界の子供たちを結びつける人物に再会せればならんのじゃ。ふみちゃんやね。絆をつなぐものを探し出せ。それが子供たちを救う救世主となるじゃろう。残された時間は少ない。さあ、扉へ向かうのじゃ。俺行ってくる。よーし。ほら、多分こっちの世界に長く降りすぎたせいで。急ぎましょう。扉は辰巳川端の公園にあります。こっちに長く降りすぎたせいできっと、ふみちゃんが別の男を好きに、どこ行った？あれ？どこ行った？ねえ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 。ナビワーン。え？ナビワーン？あ、いたいたいた。あ、そっちね。超わかんないから、素早いし、こっち？ちょっと待ってね。ここの拾ってくから。ピリッとわさびーな。全然美味しくなさそう。私からしたら。あ、あれか。あれだ、あれだ。扉ー。この人たちからしたら目の前で人が消えるわけだけど。夏目さん、ケイスケ。さあ、扉はもうすぐです。必ず二人を助けましょうね。レタス太郎やってキャベツ太郎のことかな。はい、現代へ移動します。この状態ってことは周りに見えとんやない、見えてないやない。ああ、久々の現代。待って、夏目もいるの？あ、てか何？周りみんなおるやん。ここが30年前の世界か。一緒に来るんや。ケイタ、ここはどこなんだ？大森山です。大森神社っていう神社のそばだよ。山降りたら俺が住んでる町があるんだ。お父さんが小さい頃住んでた町。桜ニュータウンだっけ？やっぱ場所自体違うんや。ああ、なんか体がスースーする。
空気が通り抜けていくみたいな。やばいな。本格的にやばそうだぞ。早いとこなんとかしてやらないと。ウィスー、ケイタ君、絆をつなぐものって誰なのか心当たりないんですか？そんなのないってば。俺普通の小学生だもん。普通にお母さんの名前聞けよ。ケイタ君の知り合いに手当たり次第に会ってみるか。ウィスー、それが確実ですね。とにかく町の方に行ってみましょう。え、だってさ、母親と知り合わんかったら二人生まれてこんわけやろ？やけん、消えかかりよんやないん違うの？なにこれ、柄が違う。タケノコを2個手に入れた。なんか大したもんじゃなかったわ。びっくりするぐらい大したもんじゃなかったんやけど。くそ、特別仕様かと思ったのに。あ、ここがお父さんの子供時代の町なのね。あっこまでもう透き通る感じ。町の人たちには私のこと見えてないみたい。お、夏目のことは見えてない。マジか。何あれ、なんか光ってない？あー、久々、熊とカンチ。おぉ、ケイタちゃん、これからカンチの家でゲームやるけど来るか？絆をつなぐものって、もしかして熊とカンチなのかな？大親友だし。ねえ、もしかしたらこの二人がフミちゃんとくっつけてくれたとかそういう、違う。ごめん、ちょっと今日は無理なんだけど、二人とも顔よく見せて。なになに？にらめっこでもやるの？よーし。なんだよ、負けねえぜ。お前たち、どっちもお笑いさせてやるからな。違うってば、真剣な話なんだって。かわいいかよ。ん？ケイタくん、大丈夫？私消えかけてるんですけど。お、そうだった、夏目さん。カンチさんとクマオチさんか。ちっちゃい時、私もよく遊んでもらったっけ。同い年のはずやのに、カンチは3で、クマはおじさんなんやね。見た目的に。昔からお父さんと仲がいいのは分かったけど、絆をつなぐものはこの二人じゃないみたいね。よくわかんねえけど、忙しいならしょうがねえな。また暇な時に遊ぼうな。知り合いの子供の頃が見れるってなんかいいね。またね、他の人にも会ってみよう。もうとふみちゃんしかおらんや。絆をつなぐもの。ん、でもあっちの方向に二人おるね。誰やろ。なんか全然違う方向に行きよる。あ、僕違う方向じゃないか。そっちの方向が。ちょ、待って、引かれる。はい。キングサーモン。なんかこの世界結構豪華なもの落ちとるよね。未来より。いつも思うのだけれど。ん？バラバラな場所におる。え？一人ここにおることない？え？違う？気のせい。え、だってこっちになんかマークついてるよ。いらっしゃいませ。え、見てこれ、ウサピョンとイナホじゃない？出てくるんや。チワッチ。おっと、ケイタさんではありませんか。チワッチ。絆をつなぐものってイナホさんのことかな。これと同じ妖怪の友達がいる子だし、もしかして結婚してたらイナホじゃないよね。違うよね。そちらにいるちょっとお化けっぽいお姉さんは？あ、そっか、ここは見える。だに？新しい友達妖怪だに？人間っぽすぎるやろ。妖怪じゃないから。この人は、はい。天野啓太の未来の娘、夏目と申します。どうもどうも、私は全方位オタクの美空稲穂と申します。いや、普通に。啓太さんの娘さん？何これ、どういうこと？一応普通の人間なんですけど、いろいろあって体が消えかけちゃってるんです。全然普通じゃないっすよ。まあね。何？なんだか不思議なことに巻き込まれてるだにね。ミーたちにも詳しく教えるだに。うん。実は俺、夏目さんを助けるために絆をつなぐものっていう人を探してるんだ。ケイタくんがその人に会えないと、未来の娘の私は存在が消えちゃうんだって。普通に考えてお嫁さんしかないのに。どうした？何？みんな鈍感すぎ？それっていわゆる SF 的な話の、過去のせいで未来が変わっちゃうってやつですね。そうね。で、今まさに私、それのせいで消えかけちゃってるの。未来人のそんな瞬間が見れるなんて、大興奮なんですけど。いやいや、楽しみだ。何言っとるだに。興奮してる場合じゃないだに。急がないと本当に消えちゃうだに。ケイタ、この感じだとミーたちは、ユウの探してる人じゃないみたいだに。はぁ、せっかく話せる人に会えたのに。はぁ、ちょっとショック。だに。すまないだに。ミーたちはいまいち力になれそうにないだに。ふむふむ、誰かケイタさんの大切な人なのかもしれないっすね。大切な人。ありがとう。
ひなほさん、うさぴょん、俺頑張って探してみるよ。なになに、アイス選んでる場合じゃないよ。そういうことじゃないってことは向こうがふみちゃんかな。さあ行くぜ行くぜ、ゴーゴー。なんでそっちに先に行こうとしたんやろね。近くの方を無視して、濃厚キャラメルいいねいいね、キャラメルが食べたいです。お、またしても、ここは自分ち、親ってこと。やっぱりそういうことよね。夏目からしたらおじいちゃんおばあちゃんや。どうしたケイタ、そんな真剣な顔して。絆をつなぐものって俺の大事な家族、お父さんとお母さんのことだよね、きっと。あはは、特に話はないんだけど、ちょっと顔が見たくて。ここの親二人は普通なのか。ん、あれ、夏目さんどこ。おぉ30年前のおばあちゃん若い。おじいちゃんも元気だね。まあそりゃね、似顔絵の宿題だったら美人さんに書いてちょうだいね。うん、わかったよ。夏目さん全然戻ってない。絆をつなぐものって家族じゃないのか。とにかく他の人にも会ってみないと。未来の家族でしょうよ。ケイタ君のご両親もクマ君たちも稲穂さんもみんな不正解でしたね。その辺まで考えが回らんのが小学生って感じかなって思ったけど、夏目たちは分かりそうなんだけどね。早くしないと夏目さんが消えちゃうよ。絆をつなぐものって誰なの。一旦大森山に戻ってみるにゃん。あっちの方はまだちゃんと探してないにゃん。よし、確かに扉から急いできちゃったから、もしかしたら知ってる人がいるかも。ケイタ君の絆をつなぐもの、今度こそ見つかりますように。ウィッサー、大森山に行けばきっと誰かに会えるはずです。あ、自転車で行くってこと。あ、俺の自転車忘れたままだった。これでやっと移動も楽になるよ。普通の自転車を手に入れた。これでチャリチャリーっと、どこっすかね。あ、ナビワン、ナビワンより早くなってしまったかもしれない。いや、そんなことないな、全然どこどこ、なんか封印されてるけど。あ、幼稚園。そっか、そんなところの隣だったね、そういえば。よかっこーら。私の方が先に行っちゃうって思うけど、追い越していく勢い。おっと、そっちひひー、大森山、あ、こっちか、こっちか。よし。でも戻ったところで、じゃない？おばあちゃんじゃないよねさすがにそのおばあちゃんではない。誰がおるんやろ、びっくりマーク。おじいちゃんとか。お、よいしょー。まずい漢方。いや、でも回復してくれるから大事。ん、あ、ふみちゃんおった。ああ、あそこにいるのってふみちゃんじゃない。ふみちゃん、それってもしかして。ほら。あ、ふみちゃんは俺のクラスメイトで。てか、未来見てきたんやけんさ。奥さんは誰って気にならんの？ケイタが気になってる子にゃん。ちょっとジバにゃん、そういうの恥ずかしいから言わないでよ。ミスケイタくん、話しかけてみましょうよ。何、また、モノマネキンとかじゃない？ね、踊り出した、踊り出した。もちろん、もしかしたらふみちゃんが絆をつなぐものかもしれないし、みんな、けどなんか様子がおかしくないにゃん。フリー隊長？何やってんの、ふみちゃん。これは、あの動き、どっかで見覚えがある感じですね。ケイタくん、こういう時にはあれです。うん、ちょっとサーチしてみよう。ちょふみちゃんがふみちゃんがおかしくよし。あー、ほらもうフリー隊長目の前、超目の前やん、やばちっか。フリー隊長を見つけた。やばいやばい、超踊り狂ってる、踊り狂ってる。
楽しそう。ビクトリアーン。めっちゃ笑顔なんやけど。ふみちゃん取り付いたのってブリー隊長？俺っちそんな気はしてたにゃん。まあね。マラ。久しぶりよなケイタ。お前も一緒にエクササイズしたいのか？ちょっと。そんなことよりブリー隊長、俺ふみちゃんと話したいんだけど。そいつは無理だ。何しろふみちゃんは今マンツーマンレッスンの真っ最中だからな。タッチアップ、タッチアップ。ケイタくんどうしたどうした？ヘタレって呼んじゃうんだから。もちにえさん、ポー。やめてあげて。にゃにゃか、完全に取り憑かれてるにゃん。これは簡単には話を聞いてもらえないみたいですね。オーケー。どうしてもっていうのならこの俺とバトルでエクササイズだ。よし、ふみちゃんを元に戻すためだ。受けて立つよ。もちにえさん、ポー。お、バトル来た来た。何、力持ちも一緒なんですけど。おーし、頑張るか。バトルスタート。あ、そっか、消えたやけん。消えたやけん。いろいろと使い勝手が違う。あ、待って、容器吸い取る。あー、やめてください。なんか数がいっぱいおるけんさ。あー数がいっぱいおるけんやりにくいんですけど。うわー、助けてお、追撃。何、急にあっちのジマニアになったんだけど、どういうこと？共存してるの。いいね、あれいいね。やるじゃん。あれ、ブリー隊長はいつの間にやっつけたの？力持ちの方が長く生きとってやん。どんだけだよ。お、フーマのアーク合力。なんかゲットした。アーク扉の？ビクトリアーン！ビートキャンプは俺たちの絆だ。ふみちゃんレッスンはまた今度だな。じゃあ、アバよ。元気だな。ビクトリアーン。そこは言うんか。ウィスー！さあ、これでふみちゃんとお話できるようになったはずですが、ちょっと時間を置いてあげた方が。にゃにー！はあ、浮いてる。夏目、今度こそピンチだにゃん。もしかしてふみちゃんじゃないの？ダメだよ、こっちに戻ってきて。そんなこと言っても体が勝手に。どうしよう。なんかすっごく疲れちゃった。どうしちゃったのかな私。ケイタくん、ウミちゃん、あれどうしたの、そんなに慌てて。おーおーおー、戻った。この人どこから。ウミちゃんからしたら急に現れたんか。戻った。やっぱふみちゃんや。ウィス！すごい奇跡でウィス。まさかふみちゃんが救世主だったとは。何の話って感じ。ありがとう。え？本当にありがとう。ふみちゃんは俺の女神だよ。さらっと臭いセリフを。お、私とケイタくんの絆をつなぐものか。やっぱりふみちゃんは私のお母さんだったんだね。ほら。ウィス。おっと、夏目さん、このことはケイタくんに内緒ですよ。ん？どうして？ウィス。こう、今からそういう風に意識しちゃうとまた未来が変わってしまうかもしれませんから。まあね、結局未来ではお嫁さんになっとんやとしたら頑張らんでもいいかなとか。そしたら結ばれんかもしれんしね。そうなの？気をつけよっと。え？なになに？何の話？気になるじゃん、俺にも教えてよ。うんうん、なんでもないよ、ケイタくん。え、でも自分の親二人が小学生の頃から仲いいってなんかすごいね。夏目さんが戻ったということは、ケイス君も無事なはずです。そうだった。ケイタ君、様子見に行こう。え、あ、うん。せっかくふみちゃんに会えたけど、今はケイスケのことが気になるし。しょうがない。またね。うん、うん。何がなんだかやんね。何だったのかな、今の。ちゃんは将来的にもふわふわしてそう。夏目さん戻ったのはいいけど、なんでふみちゃんだったんだろう。ケイタくんってば鈍感ですね。ほんとほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あ、もしかしてあれかな、この時代にすでに自分の母親と知り合っとることは知らんかったとか、そういう、違う？わからんけど。だけんピンとこんかったみたいな。